どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はモンスターマックスバージョン3の車を手に入れたので、これで銀行強盗をやっていきたいと思います。めちゃくちゃタイヤがね、ぶといです。これが、1、2、3、4、5、6、7、8。8個もついてるというね。こんな超巨大な車になっております。これで銀行強盗をやっていきましょう。めちゃくちゃ排気ガスが出る。すげえ、黙々と出るんだけど。めっちゃ環境破壊してくれてます。そして今回なんとですね。じゃじゃーん。こんな感じで透明になる機能もね、ついてます。すげー。これでね、簡単にね、警察から逃げることもできるということで。じゃあ早速、銀行強盗やっていきましょう。今回銀行強盗する場所はね、新しく追加された銀行ですね。そこをね、銀行強盗やっていきたいと思います。でこの透明になった状態だとね、何やってもね、手配度がつかないというね、最強のね、モードになっております。すげー。すげー、この車。めちゃくちゃ最強だね。モンスターマックスってつくだけあるね。本当に巨大だし。すごすぎる。じゃあ早速銀行の方向かいましょうか。さあ、行きまーす。めちゃくちゃでかすぎる。この車で全ての車線を塞いじゃってるっていうね。めっちゃ強いなこれ。車をどんどん爆破しながら行ってる。結構爆破したのに全然手配度がつかないね。あ、パトカーがいるよ。パトカーも踏み潰していきますか。踏み潰したよ。手配度1になった。すげえ、いいぞ。あ、来た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 、ドーン。めっちゃ簡単に車破壊できるのがおもろいね。そして車内はこんな風になっております。ちょっとなんか椅子が近いような気がする、ハンドルに。はい、ドーン。これ戦車より下手したら強いかもしれない。うわー、めっちゃ車集まってる。いいねー、壊しがいがある。めっちゃ交差点が悲惨なことになってる。はーい、潰していきまーす。いいね。うわー、めちゃくちゃカオスなことになってる。いきまーす、突撃。もうめちゃくちゃすげー。これも破壊する。うまいこと車の上に乗らないと車がちゃんと爆発してくれないね。うわー、見えない見えない見えない。すげえ煙出るね。これバックした時にめちゃくちゃ排気ガスが出る。なんか前進してる時は全然出ないのにね。はーい、どんどん爆破して。どんだけ死んでるんだこれ。この車動くだけでめちゃくちゃ人が死んじゃってる。さあ、そして左に行きまーす。あー、ごめんなさい。わははは、突っ込んできただけで爆発した。すごいなこれ、強すぎる。あー、皆さん道を開けてください。ぶつかったら死にます。ごめんなさいごめんなさい。うわーわわわわ、うお、どんなとこでもね、乗り越えていけるのがおもろいね。イエーイ。これもしかしてバスもバカできんじゃないの。バスは無理か、さすがに。さすがにバスは無理だったか。おお、ひっくり返せた、すげえ。え、でもこれでも手配度2しかついてないって。ロスサントス大丈夫か、こんだけ暴れても手配度2だっていうね。恐ろしいですねこの国。手配度5にするのかなり難しいね。うおー、めっちゃ爆発していくよ。あと少しで銀行に着きます。ちょっとね、銀行に着く前に手配度を消しとかないとね、銀行に入れないので、できる限りぶっ壊してから、ここら辺からちょっとね、透明モードにしちゃいましょう。はい、透明。透明にした瞬間、手配度が消えるっていうね。チートすぎる。すげえ、恐ろしいな。そしてもう少しで銀行に着きまーす。うわ、すげえ。これライトつけることができるよ。透明にしても排気ガスは消えないからね。あー、ごめんなさーい。さて、銀行到着ー、ここでーす。透明にしてても降りたら透明モードはね、解除されちゃいます。よーし、じゃあここですね。
この銀行は初めてでしょう、皆さん。これね、GTA4 ですね。前作の GTA4 に出てきた銀行です。じゃ、早速やっていこう。始まったよ。銀行強盗です。銀行強盗です。まずは警備員を倒す。オッケー。全員伏せてください。全員地面に伏せて。さて、やっていこう。めちゃくちゃね、すごいよね。GTA4 に出てきた銀行がね、完全に再現されております。素晴らしい。じゃあ早速、銀行強盗やっていきます。誰も動かないでね。じゃあここですね、金庫は。さあじゃあ開けてみましょう。じゃあハッキングしていきます。このハッキングがね、めちゃくちゃ難しそうです。なんか指紋認証で、この指紋認証を突破しないといけないんだけど、これがちょっとよくわからない僕も。適当にやっていくしかないんですけど、なんかこの左のやつと右のやつ合わせるみたいなんだけどね。いまいちわからないっていうね。難しそうです。適当にやっていったら多分当たるんじゃないかなと思うんですけどね。どっかが違うみたいだね。ん?全くわかっておりませんけど。あ、いたー!よっしゃー!いたぞ!なにこれ?バグってる?びっくりした。あ、いたー!ここに扉ができたよ。やったやった。やったぜー!適当にやったら開いたー。すげえ、お金いっぱいある。で、こっちには、お、お金いっぱいある、ここにも。とにかく金を奪いまくろう。いけー、奪う。もらっちゃいます。めっちゃお札あるね。うわ、すげえ、何や、今の入れ方。めっちゃ豪快に入れてる。おー、どんどん入るね。まるで4次元ポケット。さあ、入れちゃおう、どんどん。これ、どこの国のお金かわかんないけど。全部入れちゃうぞ。おー、いいね、その入れ方。めちゃくちゃいいよ。おー、こんなアニメーション初めてだね。もうこれだけでめっちゃ重たいと思うけど、さらにここに黄金があるので、これも全部奪っちゃいます。大量だね。重すぎるよね、絶対。ちぎれる。バッグがちぎれそう。オッケー、行こう。まだまだあるよ。この銀行は大量にお金があるね。すごい量だ。トレバーさん、これでもう多分一生、暮らしに困ることはないでしょう。さあ、全部もらっていこう。さあ、手配度は5になっちゃったけどね。さあ、そしてここにもお金がある。すげえ、たくさんいっぱいね、貸金庫があるね。うわ、後ろにも金庫がある。金庫の中に金庫があるっていうね、そんな感じです。さあ、豪快にもらっていきます。急げーいいね、お札の入れ方めちゃくちゃ好きだな。そして最後の1個だね。この奥のさ、金庫は開けれないみたいなんでね。さあ、こんだけで全てみたいです。よーし!めちゃくちゃ儲かったんじゃないですか?これで無事に逃げ切れたらね、めちゃくちゃ儲かったと思います。じゃあ行こう!取れば急げ!手合いの子だぞ。敵が、あー来てる?何これ?誰誰誰?ここにいるの誰?行こう!進みます。パトカーはいない?あ、来た!パトカー来たぞ!パトカー来たー!うわ、危ない。撃ちまくれー。やば、リロード。おーし、いいぞ。乗ろう乗ろう乗ろう。車に乗ろう。急いで乗ろう。フランク、取れば急いで。行けー。逃げまーす。急げー。めっちゃスピード出るよね、この車。ドーンこんなでかいトラックも押しのけていく。うわ、すげえすごすぎる。あ、やばいやばい。こんなとこに検問作ってた。じゃあちょっとね、高速道路を逆走してみたいと思う。こっち側に行ってみようか。こういう段差も乗り越えられるのすごいよね。めちゃくちゃ便利すぎる。ドーン強ー。このまま別のとこ行くか。お金も奪ったことだし、次は宝石強盗でもやっていこうかな。ついでに宝石強盗やってから帰りたいと思います。じゃあどうやってこれ上に行こうか。こっから行けるんかな?登ってみよう!おお、すげえ、登れるんじゃない?もしかして。登れる?わあ、やばい。やめてやめてやめて。登れそうで登れない。滑っちゃう。ああ、ダメだ。
じゃあ違うとこから行くか。爆笑爆笑。さあこっち側だ、いけ。ただ車自体はね無敵モードついてないから壊れる可能性あるからね、それには十分注意しないといけない。さあこちらから行けるかな。やめてやめてやめて、ぶつからないで、登っちゃうよここ。うおーすげー登れた、いいね、さすがオフロードか。さあそしてこっち側にあるかな確か。宝石も盗んじゃおう、はいドーンそして透明の状態でこっちまで来ると、うわすごすぎオッケー到着。めちゃくちゃなんかここら辺ギャングいるな、なんだこれすごい大量にギャングがいたんだけど、オッケー奪いますオキシャーいいぞ、全部の監視カメラ破壊したのであとは奪います、急げこういうちっちゃい宝石もいいんだけど、今回ですねじゃじゃん見て、このすげえネックレスがあるんだよね、これをまずもらっていこう。よーしいいぞ、怪盗キットも欲しそうだねこのガラスをさカットするやつなんだろうね、めっちゃこれなんかやってみたいおーし盗んだ、めっちゃでかいすごい高いんじゃない。まあこのちっちゃいね宝石たちもねもらっておきたいと思います。おーここには時計がいっぱいあったよ、やばいよもうパトカー来ちゃうよ、じゃあ逃げよう、まずいまずいまずい、パトカーパトカー来ちゃう、危ねえ危ねえ倒した、よしいいぞいいぞいいぞ、まだいるまだいる、よし車の中に乗ろう、急げー進むーゴー逃げろードーンドーンどいてー、すげーあんな車まで吹き飛ばせるよ、強すぎる、これ爆破できるんじゃない、あーさすがにできないかあ走行車が来てる、ドーン走行車も走行車燃やした、すげえマイケル助けて、マイケルの家だねこれ、逃げろ逃げろ逃げろ、そしてここは道じゃないけどここも登れちゃうのでここも登っちゃいます、さあ逃げれるかな、うわーこんな狭い道をなんとかギリギリ行ける検問してるけどそこも突破する、この車あったらどこでも行けるね、うわー検問してるこんなはずじゃなかったーって思ってそうだね、さあ一人称視点だと、おおまずいとにかくこの丘をね登っちゃおう、めっちゃ早く登れるね、いいね、タイヤパンクしないのがすごい、あんなの踏んではいさよならみんな必死にね止めてやるって感じで突っ込んでくるけど誰も止められない、さあめちゃくちゃ撃たれてるね、バーンどうなってんだろうねこれ、すごいね保安官の車爆破しすぎ、よーしなんとかこっちまで来たぞ、さあこのまま全部逃げ切ってやりましょう、さあ検問してるドーンいいねー、あーパトカーがどんどん壊れる、もう明日からパトロールするパトカーいなくなっちゃう、あーすごい、じゃあちょっとねこっち側から行きますか、ショートカットでもしていこう、うわー危ない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 、急げー、そしてここも行く、すげえなんか逃げれそうになってるけど、なんだとそんなことある、そんなことありますか、いえー逃げれそうだね、もしかしてここの中入ったら逃げれる、オッケーいいぞ、破壊してこの中入っちゃおううわー真っ暗すぎる、この中に入っちゃったら多分バレないんじゃない、普通に逃げれそうだね、
おお、すげえ、逃げ切れたぞ。やったー。こんなトンネルで逃げ切れるとは。ここに車放置してんのにね、気づかなかったみたい。よし、あとはね、この盗んだ宝石はね、持っててもしょうがないので、これ売りに行かないといけないんだよね。さあ、密売人のとこに行ってね、売っちゃいましょう。もうなんとかこのギリギリ一車線に収まるアメリカの道路サイズすごいよね。日本だと無理だな、これ。ちょっと一回夜にしてみてみようか。こんな感じなんだけど、ライトをつけると、これ壊れてるわけじゃなくて、最初からなんか片目みたいで、なんかつかない。そしてライトつけると、おお、すげえ明るい。いいね。めちゃくちゃ明るくなる。素晴らしい。最高。あ、みんななんか避けてくれる。このライトつけてると。さあ、ちょっとね、この先行きます。うわー、燃えちゃったね。すげえ綺麗。夜見るとめちゃくちゃ綺麗だね、爆発が。うぃー。透明人間。わー。透明のまま行ったらどうなるんだろうね。気づくんかな。さあ、到着でーす。あー、なんか誰か引いちゃった？大丈夫？おーし、お金と交換ということで、宝石売りさばくこともできました。イェーイ。めちゃくちゃお金儲かりました。一重、百、千万、十万、百万、一千万、五千万。今回はモンスターマックスバージョン3で銀行強盗やってきました。また次回の動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。